市原英二の花漫才今日はあの鈴木農園さんの素晴らしい秋色アジサイ最新品種サプライズを紹介したいと思いますそれではどうぞはいこんばんは市原英二の花漫才今日はですね 皆さん大好きアジサイは実際でもね秋色アジサイというかアンティークアジサイというかちらっとこちら変わったね茶色のアンスリウムを用意してるんですけど、えー、このアンスリウムを今日はね全、えー、ブレを紹介するんじゃなくて。 えー、今日はですね、いきますよ、皆さん。本当に珍しいアジサイです。本当に珍しいアジサイ。いきますよ。いきますよ。ドーン見てください。サプライズサプライズです。綺麗でしょう、えー。色もさることながらですね、これ、とんでもないアジサイです、えー。たまたまね、 えー、名前がね、変わってたから、あれは、どこの鈴木さんかな、と思ってたんですけど、えー、鈴木義弘さん、愛知県の方なんです。えー、これはね、僕の師匠である、えー、愛知県赤羽の、えー、林徳太郎さんの、えー、と、と、僕はね、大事、 大の師匠なんです。えー、その、えー、近く、田原市に、えー、この鈴木さんは、あります。そしてね、この、鈴木農園さん、えー、鈴木義弘さんって言うんですけど、この義弘さん、名変わってました。改名されてました。同じ名前なんですけどね、前は基地に太平洋のようっていうことで、 えー、ヨシヒさん。何千珍しいものを昔から作られています。そして、ここ最近ですと、秋色アジサイ。もうね、めちゃくちゃ珍しいのばっかり作られています。そしてね、えー、これ、えー、お花を見せながら今日はね、解説していきたいんですけど、これ、サプライズ、鈴木さんが、あまりにも多分僕ね、秋色アジサイ好きやったんやと思います。 えー、これ、オリジナルのとうとう枝代わりで出ちゃいました。これね、えー、このサプライズって言うんですけど、何にサプライズこれをね、今日は解説してみたいと思います。一つ目、ポイント一。これ、色の変化なんですね。えー、見てください。ピンク、パープル、グリーンといい。すごい綺麗でしょサプライズ。そして、 二点目、ここが今日の一番大事なとこなんです。葉っぱが美しいです。見てください。これ、葉っぱ。これ。見てください。葉っぱが、これ、不入りなんですよ。見てください。葉っぱも美しい。花も美しい。えー、そういったアジサイ、えー、ハイドランジアマクロフィラー。 すごいですよ。そしてね、あともう一点、三つ目のポイントとしては、長期間楽しめるんです。これね、葉っぱも狂犬ですが、これ花も硬いですよ。やっぱり義弘さんね、素晴らしいのを作り上げてきました。僕これ、義弘さんのアジサイの流れ一番大好きです。これ去年、えー、出ました。そして今年、えー、 ようやく僕も手に入れることができました。これ、去年の新品種なんですけど、まだまだ出回っていません。このサプライズ。花、見てください。このアメジストカラー。そして、この葉っぱ、見てください。黄色の葉っぱ。そして、葉っぱは硬くて。そして、ヨシヒロさんね、何を作っても上手なので。もう僕ね、このヨシヒロさんはもう大好きなんですよ。えー、山回り行った時は、 ちょっと怖い時もありましたが、えー、それだけもう熱心ですよ。そしてね、なかなかこちらの商品手に入れることができなかったんですけど、えー、僕はね、その僕の師匠である徳さんですね、あの、金のなる木ですよ。金のなる木の、もう、と、アロエの第一人者の、この徳さんに、どうしても、吉弘さんの商品分けてくださいっていうことで、吉弘さんと、 えー、商品を分けていただいたたただ覚えがありましたそしてそれからもう何十年っていう歳月が流れそして今やですねこの素晴らしいね、えー、鈴木さん、えー、吉宏さんのオリジナルあじさいが登場してなんと僕はこれを説明できるなんてめちゃくちゃ嬉しいです。 えー、こちらはですね、グリーン、ホワイト、ライト、ピンク、パープル。変化が楽しめる品種です。ということでね、えー、これ見てください。えー、初期の頃はこちら、グリーン。そして、えー、ピンク、パープルとい,ういった形で、色が変化していきます。めちゃくちゃ持ちのいいアジサイなんで、 あと、剪定とかね、管理方法とは、ほとんど一緒です。えー、割と強犬なんでね、これ僕まだ、買ってから4日間経ちますけど、一度も水やりしてません。それほど強犬です。今日はね、この、えー、吉弘さんの、えー、サプライズ。えー、ぜひね、えー、バン万歳サイトでもね、えー、フラワー万歳でも、あのー、こちら、 もうとうとう販売することになりましたんでぜひ一つよろしくお願いいたします母の日まで残ってるかなそれではね今日はこの辺で終わりたいと思います鈴木農園オリジナルアジサイ色の変化する秋色アジサイですグリーン ピンク、そしてパープル、そしてなんと葉も美しいアジサイですチャンネル登録よろしくお願いいたします万歳サイトの方で 絶賛、えー、販売中です。